聖堂ヘアメイクアップアーティストの斉藤由紀子です。インスタグラムでは見直しメイク100人チャレンジでやってますので、よかったらチェックしてみてください。今回は見直しメイク100人チャレンジ、ご応募いただいた方に来ていただきました。今日来ていただいたのは、斉藤さんです。斉藤さんです。よろしくお願いします。じゃあ早速、ね、お悩みから、聞いていきたいんですけれども、応募してくれた時にいただいたのが、資生堂のカウンターで肌診断したら透明感の項目が悪かったっていうことが書いてあるんですけど、なんかすごく透明感あるように見えるけど結構なんかこうくすんで見えるとか言われたりします？結構やっぱり、ちゃんとお化粧してないと、割とみんなに体調悪いのって聞かれて心配されちゃったりとかもするので、ちょっとそれで自分では不安になっちゃって、チークをがっつり塗ってしまったりとか、口紅がっつり塗らないとなんか心配されちゃうかなみたいな。なるほどなるほど。ベースメイクはどんなアイテムをいつも使ってやってるんですか？基本は、下地を塗って、そこからファンデーションを塗ってなんですけど、夏はちょっとトーンアップの日焼け止めを買ったので、下地を塗るとちょっと真っ白、それこそ真っ白で血色が悪くなってしまうので、トーンアップの日焼け止めを塗ってから、そのままリキッドのファンデーションを塗って、そのままチークです。なるほどね。そうするとちょっとなんかこう全体的にくすんで血色感悪いなっていう感じの印象になっちゃう。そうですね。それか塗りすぎてめっちゃ塗ってるなっていう、ここだけめっちゃ赤いみたいな。チークは何、今だいぶ馴染んじゃってるのか。今は、ローズ系みたいな、ちょっと茶色が入ってるようなのを塗ってます。今いい感じで多分ね、汗でいい感じに馴染んで、本当はもっとガンと入ってて、そうですね、なんかここからここまでチークが入ってるみたいな印象に自分ではすごく思っていて、それは自覚できるほど結構しっかり入ってるってことだ。なんか朝礼とかでオンラインでやると、私だけめっちゃ化粧が濃いみたいな。それチークがすごいってことですか？そうですね。ほっぺだけなんか真っ赤っかに浮いてる感じが。なるほど。じゃあちょっとチークが浮いてしまうので、そこを見直したいみたいなところが一つあるってことですね。はい、ですね。あとは色質か塗る場所なら、これもチークってことだ。そうですね。はい、チークプラス含めて肌の印象ですかね。すごい綺麗に見えますけどね。他になんか目周りにコンシーラーだったりそういうのは何も使う？なんか塗ると、結局そのぼかしすぎて全部浮いてきちゃ落ちてきちゃってるんですかね。下の結局クマとかシミとかが、塗った効果がどこへやらみたいな感じになっちゃうのでどこへやら点々点みたいになっちゃうってことですね。なのでもうやめました。じゃあチークが一番じゃあ見直したいポイントですか？そうですね。入れる場所と色と、程よくこうこっからここってならない感じ。ならない感じ、はい、でかつそれでちょっとこう血色感上がって見えて、なんかこうくすんでない生き生きとした感じを見せたいみたいな、一旦ちょっとご自身のいつものやり方でちょっと入れてみていただきます。こう平筆のタイプのテンプのブラシにいつもね取るんですよね。そしてこの辺に、こういうあんまりこうこっちに来ないように、側面にこうやって入れて、で、なんかこうぼかしていく。手でぼかして、いつも通りいいですよ。あんまり こっちに来ないようにしてる感じです。中央に来ないようにしてるっていうのは真正面でオンラインとかの会議が多いので、この辺だけ浮いちゃうと嫌なのでこの辺に出てるっていう、そんな感じです。色の濃さとしては今どうですか？こういう感じです。濃さもこれぐらい、このラインがくっきりしすぎてるなっていうふうに思うので、こうやってちょっと散らしてますなんとなくちょっと境界を目立たせないようにして、終わり。最後指でぼかすんですね。綺麗に仕上がってるけどちょっと直線的に線っぽくなりがちかもしれないですね。眉毛もそのアムラー時代の名残でここまでしかなかったりとかして、描いてますっていう感じなので、これちょっと隠してる。なるほど。リップは何色を結構使うんですか？リップは、リップもなんかちょっと茶色っぽい方が多いんですけど、口の発色がこうすごい赤く出ちゃうので、それで、もともとで昔からあんまりこう、色のないベージュとかをずっと使ってたんですけど、それこそもう顔が
ないぐらいの血色の多さになっちゃうので、顔が全部ブラウニーになっちゃうみたいな、そんな感じ なので、やっぱりちょっとこう年齢が上がってきて、血色感が足りないんだなって思って、ちょっとこう赤いのとか、口もちょっとちっちゃいのがコンプレックスなんで、可愛い口元してる、ここに口がありますみたいなのがすごく、こういう感じに見えるってことで、おちょぼ口にそれが嫌で、なるほど、出ました、整いました。チークの使うアイテムとかブラシを見直して、まあ、くすみを払拭しながら、チークを自然にぼかすテクニックを見直したいのと、あと眉毛がちょっとこう、なんでしょう、描きたままみたいな感じに、ちょっとアウトライン、ね、しっかり出ているので、そこをなじませる眉にちょっと似合わせていきたいと思います。あとリップもあの、ね、先ほどおっしゃったように少し口元が少し小さくて可愛らしいキュッとしたお口してるので、ふっくら見せながらちょっと似合うお色を塗っていきたいと思います。チークはちょっとパウダーチークのこのハイライトと一緒になってるタイプを使ってこう結構縦めに入れてたので、ちょっとこの大きめの、あえて大きめのブラシを使ってでふんわりとぼかし広げていきたいんですけど、ハイライトとメインカラーを混ぜることでちょっとふんわり薄くなるんですよね。なのでちょっとこの2色混ぜてもらって、こう取ってもらってから、今ねちょっとね起点がちょっとこう上の方かつ外側だったんですよ。斉藤さんの骨格に合うのは、まあ、鼻先と耳の付け根の半分ぐらい、ここら辺なんですよね、で実は中央寄りに、あの色というかぼかし広げてあげた方が、なんて言うんでしょう、自然なチークになります。で色もこういったスキントーンに近い色を使うことによって、そんなにこうけばくなりすぎない、ここら辺からこういう感じで斜め楕円に、本当に黒目の下、より内側に入るとチークってちょっと入りすぎなんですけど、ちょうど正面から向いて黒目の下ぐらいまでは逆に入っていった方が顔の立体感にも合っていて、自然なチークになってけばく見えないポイントの基本のチークの入れ方になるので、まあ起点からちょっと斜め楕円にふんわりとぼかしてあげる、こういった大きいブラシ使ってあげた方が時短にもなるしテクニックいらずなので。で続いて眉なんですが、こちらの眉毛の眉尻の方がないということなので、眉尻をちょっとグレーのペンシルで描き足してから、斉藤さんの場合は、アウトラインがねちょこっとこうキリッと立ってしまっているので、アウトラインだけスクリューブラシでちょっとぼかしてあげる。で肌になじませてあげると形は綺麗なんですけど、眉尻とその生えてるとこと生えてないところの色差がそんなに気にならなくなると思うので、ソフトマットな質感のリップをちょっとぼかし広げてあげると、ちょっとね口元がふんわり大きく見えるのでおすすめですね。口元が小さい方って濃い色を使うと、濃い色で口の大きさここまでですっていうのを示していることにもなるので、あえて淡い色をふんわり大きめに描いてあげた方が小さい口元の方はふんわりふっくらと見えるのでおすすめですね。口元にちょっとこのオレンジ味のベージュ持ってきてあげると顔全体のくすみも明るく見えるんですよね。で最後にちょっとハイライトを追加して、ちょっとこう薄いピンクの血色感の透明感を最後足していきたいと思います。とてもね細いブラシにとって、ちょっとこのチークの外側中心寄りに、まあ、ハイライトゾーンからここら辺ですね、ちょっとふわっとしてあげると全体的な透明感とちょっとね血色感もアップするので、くすみが気になるときはちょっとこうお化粧直しの時とかにハイライトをプラスしてあげてもいいと思います。おすごい違う、お口が大きいです。チークもなんか、こんなこっち来るんだと思ったんですけど、なるほどって感じ、眉どうですか、こんなにぼかしていいんだなって思いました。口もこういう黄
際を塗ったことが自分ではなくって、そのこんなに強くとかしっかりやるんだっていうのが発見、はい、でもこう浮いてないとか自然で、うん、口も大きくなってすごい、ね、あ、じゃあ見直し成功です。ありがとうございました。